ます。あ、あそこでいい感じ、終わりました。見てくれましたの明るくとのような寒い今16度です。もう海が見えてます。イエーイ。今日のロケ地。ちょっと振り向けざまみたいな感じでお願いします。はい、なんかね、顔横顔になるぐらい、横顔がでちょっと目線こっち側みたいな、うん、そんな感じで行きます。3、2、1。え、めっちゃいいのできた、めっちゃいい。おー、めっちゃいいの来た。はい、3、2、1。あ、でもいい、なんかやってくれようとしてることはめっちゃ伝わってる。もう一回 OK、 行きます。3、2、1。あ、でもこれはこれでなんかいい感じだけど、もう一回行ってみる？一応狙って。OK、3、2、1。難しいね、このタイミング。もう一回行く？今って、うん、直接シャッター押してるよね。押してる押してる。押したら、タイマーじゃなくする。OK、直接押してもらう。3、2、1で、うん、しっかり言ってもらえば多分。OK、OK。右腕を少し上げてほしい。OK、3、2、1。え、ちょっと見よう、やばいのどんどん来てんだけど、やばやばくない？3、2、1。やっば、やばい。今月が隠れちゃって月が出てくるのを待ってる月待ちです。月待ち、真っ暗だよ。月待ち、あのもう周りが真っ暗すぎて、マジでさ、最初撮影最初結構人がいたんですが、誰もほぼ人がいなくなりました。あのうちらだけこんな暗い夜の海で月が出てくるのをただただ待ってます。でも出てきたよ。あ、本当？じゃあ撮影するんで撮影します。今月が出てきたんで、マリちゃんと頑張って、月とマリちゃんを撮ろうと頑張ってます。今撮影が、もう終盤です。マリちゃんとめっちゃ頑張ってます。で、履かなかった靴やばい、咳が。そう、あの、あんまり足元関係なかった今日。でもめっちゃ頑張って超いい写真撮ってます。かっこいい写真撮れたよ。イエーイ。ちょっと場所を変えて我々を再びちょっとね、違うパターンの写真も撮りに来ました。
終わりました。見てこのマリちゃんの旅人のような寒い。今16度です。こちら16度なのに、まあまあ、特にマリちゃんやばい格好で乗り切ってくれました。お疲れ様。今から、なんだ今からちょっと一服、温かいまで一服して打ち上げみたいにします。すごいメイクでお店入ります。イエーイ。